釣り好き釣りバカ全員集合、がっつり関西。今回やってきたのは京都府宮津市。日本三景天の橋立を有する若狭湾は魚影も濃く、日本中からアングラーたちが足を運ぶ絶好のポイントです。おはようございます、ゆずきめいです。今日は宮津にやってきました。今夕方の5時前なんですけれども、夜釣りを今日は楽しみたいと思います。ではご一緒してくださる方をご紹介します。どうぞ、この方です。こんにちは。今回めいめいと一緒に釣りをするのは、釣りに関する知識は超一級、さまざまなフィールドで活躍するマルチアングラー、オーナーバリスタッフの大東哲也さん。今日は何を狙うんですか？今日はですね、この、まあ、冬から春にかけてですね、はい、美味しいヤリイカ、おお、はい、いいですね、狙っていきたいなと思っております。はい、どんな狙い方するんですか？今おもり具って言われる、うん、まあ、昔でいうところの中おもり式エギとか、はい、まあ、要はおもりがあってエギがあるっていうような仕掛けで、まあ、狙っていきたいなと思っていますので、ぜひ頑張って美味しいのゲットしたいと思います。今日はメガネをかけてらっしゃいますね。もう触りましたか。はい、ちょっと前回がね、はい、そうですね、前回曇ってね、見えなかったんで、はい、今日はバッチリ楽しみですね。メガネかけて、はい、一緒にいっぱい釣りましょう。いっぱい釣りましょう。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お世話になるのは、宮津対ヨットハーバーから出港するディスカバリーさん。若狭湾を知り尽くした船長さんが案内するアングラーたちに人気の遊漁船です。午後5時半出港、船を走らせることおよそ1時間、ポイントに到着です。さあ、それでは早速なんですけど、はい、使うタックルのご紹介お願いします。はい、タックルの方なんですけれども、今日使うのがですね、重り具用の竿ですね。まあ、専用のものが、最近出てきてますんで、まあ、それを使っていただくと非常に釣りはしやすいかと思うんですが、はい、まあ、イカメタル用の固めの竿と、まあ、スーパーライトジギング系の竿なんかでもできますんで、お手持ちの竿で、やっていただけたらなと思います。で、スピニングリールの方は、まあ、大体2500番から4000番ぐらいのもので、 P ラインの方は、0.8 から0.65ぐらいが非常に使ってもらいやすいかと思います。リーダーが、はい、フロロの3号それから4号あたりを、メインラインに合わせて使っていただければと思っております。はい、はい、で、はい、一番大事なのはですね、この仕掛け、はい、こちらカラマンオモリグリーダーっていう仕掛けですね。リーダーの下にセットしていただいて、さらにドロー4ストロングポイントっていう重り具専用に、カスタムしたですね、エギを用意してますんで、うん、はい、こちらを使っていただければ非常に、まあ、釣りがしやすいかと思います。重り具専用のエギって他のものとはどう違うんですか？はい、重り具っていうのはですね、この、まあ、重りがあって、まあ、その先にリーダーがあってエギがついてるんですけども、はい、重りがザーッと先に落ちてエギがこうふわーっと落ちていきます。まあ、エギのポールをですね、なるべくゆっくりにしたいんです。どうしてもシュッと降り落ちちゃうとイカが抱けないので、なるべく自然にナチュラルに落ちていってほしいんですけども、軽くするとどうしてもボディが不安定なので、変な動きが入ってしまうんです。はい、なのでなるべく重さを変えずにゆっくり落とすために、この横についてる羽ですね、はい、羽がボディに対して大きくなってます。ですので抵抗が大きくなってゆっくり落ちて、なおかつボディも安定する、姿勢も安定するっていうような設計になってます。はい、はい、でそれともう一つ、はいはい、
これね、これが普通のエギなんですけども、はい、針の形状が異なります、うん、こっちの方がシュッとなってます。そうですね、はい、この筒イカ系のイカっていうのはですね、非常に身が柔らかくて身切れしやすいので、針の形状でですね、その身切れを防ぐような形をとっています。で、もう一つ、はい、最後にあとカラーリング、集魚灯を焚いてやる釣りですので、はい、その集魚灯によって、まあ、色の変化っていうのがしっかり出るようなカラーリングを備えています。なので、まあ、夜光であったり UV であったり、まあ、フラッシングだったり重り具用にチューンしたドローフォーム、ストロングポイントになっております。全然違うんですね。じゃあ、ね、全然違います、はい、重り具のタックルはご覧の通り、使用する重りは20号をメインに状況に合わせて選択してください。日が暮れるのを待ち、いよいよ重り具の開始です。まあ、仕掛けはとりあえず、はい、カラマン重り具リーダーシングルっていうのの、はい、お掃除用1メーターのリーダーがついたタイプでスタートします。で、エギの色は、エギの色はね、はい、オレンジ色、ちょっと派手めのカラーから、うん、目立ちますね。はい、はい、とりあえずまあ様子見で、はい、活性の高いのがいればすぐ反応があると思います。で、この今日狙ってるヤリイカっていうのは、基本的にはそこからだいたい5メーターぐらいまでがメインの棚になりますんで、はい、まあ、一旦着底させてから5メーターぐらいまで誘い上げます。はい、だいたいそうですね、ワンピッチって呼ばれるような、まあ、巻いてしゃくってっていう誘いをひとまず3回ぐらいですかね、はい、しゃくってそして止める。で、この止めてる間に要はエギがゆっくり落ちていって、まあ、止まって、でその間にイカが抱くっていうようなイメージですね、はい、追いかけて、はい、なのでイカメタルよりかは少ししゃくり幅を大きくするイメージですね。例えばこういう大きな誘いであったりとか、はい、まあ回数ですね、邪悪の回数をちょっと多めにしたり、要はそのハリス分をしっかりエギを動かすイメージで上げてあげてください。はい、でざっと探って反応がなければもう一度落とし直します。なるほど、はい。止めとく時間ってどのくらいですか？だいたい5秒から10秒ぐらいのイメージで、例えばこのエギのカラーが合ってたりとか、はい、誘いが合ってると割と早いうちに反応が返ってきますので、はい、はい、反応がなければエギのカラーを変えるっていうような形になります。なるほど。で、反応の出やすいカラー、それからアクションっていうのを探していきます。で、はい、当たりなんですけども、はい、ヤリイカの場合触腕と呼ばれてる腕がないですんで、うん、割と繊細な当たりが出ることが多いです。分かりにくいってことですか？そうですね、はい、なので、はい、とりあえず違和感があれば、はい、合わせていくっていうような形ですね。持った、来たんですか？多分来たと思います。今多分竿先がちょっとね、はい、持たれただけやったんですけど、はい、はい、あ、ついてますね。来た来た、はい、でしょ、ちょっと細いですけど、細いです、はい、ヤリイカですね。ヤリイカですね。説明して釣りましたね。上出来。いや、東さん今日ちょっとちゃいますね、やっぱり。そうですね、たまにはこういうこともないとね。メガネもしてますね。そうそう、メガネでね、ちょっと当たり見えてるんで。さすがです、ね。そうですね。カラーが良かったんですかね。早いうちに反応があったんで、この派手めのカラーがもしかすると今は合ってるのかもしれません。で、これカラーが合ってないと反応ないんで、はい、もうそうですね、2-3ストロークしたら色を変えるっていうような、うん、はい、イメージです。ここでメイメイも同じオレンジのエギを選んで参戦です。とりあえず、はい、着底から落としてみましょうか。はい、はい、重り具初挑戦のメイメイ、まずは基本のワンピッチジャークからのステイで探っていきます。で、とにかくなんか変やなと思ったら、はい、合わせてみてください。はい、はい、で、はい、シャクった後なんですけど、はい、シャクって止める時にピタッとこうシャクったとこで
止めるんですよ、はい、でこれをピュッて下げたりすると重りが今度下がっちゃうんで、ま、それに引っ張られてエギが変な動きするので、はい、しゃくった誘った後はしっかり止める、はい、わかりました、はい、そこ意識してやってみてもらうと、はい、いいかと思います、はい、イカメタルとオモリグでの釣り、はい、大きな違いって何ですか？まあ、イカメタルっていうのは、はい、要はこの竿の下に鉛すってっていうのがついてて、はい、まあ、要は竿の操作がダイレクトで誘いになります、はい、細かい誘いを入れて、まあ、いかにそのすってに触らせるかっていう、はい、まあ、ゲーム性というか、まあ、テクニカルな部分が非常に強い釣りですね。で、オモリグっていうのはどうしてもリーダーがついてますんで、はい、その当たりが鉛すっていうのはやっぱ出にくいです。細かい当たりっていうのは非常に出にくいですので、まあ、しっかりあのイカに抱かせるっていうところを意識しながら、はい、要はあの警戒心を持たせずにイカが抱くようなエギであったりとか、その仕掛けの長さであったりとかっていうのをはめていって釣っていくっていうイメージですね。なんで、はい、まあ、違和感なく抱かせられるっていうのはオモリグの方が、なんか違和感ありました、ね、来てますよね、はい、あんまりね強く巻くと右でしちゃうんで、はい、もうゆっくり上げてきてください。あの喋ってる途中だったんで、あれなんですけど、自分ではすごく分かりました。あ、分かりました、はい、分かりました。よっしゃー、やったやった、同じぐらいですね、サイズ。そうですね、ちっちゃいのはメスですね。メス、あ、そうなんだ。はい、まだまだでっかいのいます？でっかいのはね、オスですね。あ、そっか、はい、でっかいのいます。だからまだまだ、やったー、当たりもバッチリ分かりました。なんとメイメイ、オモリグ初挑戦の1投目でゲット。しっかり繊細な当たりを感じての一杯はまぐれではありません。しゃくりの後の止めもピタリと動かさず、なかなかの腕前です。重たい、なんか来たんじゃん、重たい、来たっすね。しかもなんか引きが強いです。お、なんか大きいのかな。いや、大きい、やったー、やったー、イエーイ、オレンジです。あやった。なんとメイメイ2連チャンでヤリイカゲット。幸先好調です。しかしこの一杯を最後にピタリと当たりが止まりました。変えるんですか？色変えます。おもり具で釣果を上げるために最も重要なのがエギのカラーローテーションです。まあ、基本的には派手めのアピールから、それからまあ中間色ですね、多少のアピールがありながらそんなに派手じゃないよっていうところで、最後はまあ色の暗いダークカラーっていうような分類になります、はい、あの活性の高い個体っていうのはこの色の派手な方ですねっていうのにやっぱり反応がいいので、はい、高活性、中活性、低活性みたいな、イカの活性に応じて色を選んでいくと。でそれをどん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 ローテーションしていくっていう感じですね。活性の高い群れがいれば派手なカラーでどんどん釣っていって、で、はい、当たりが減ってくると中間色だったりダークトーンの色に変えて、活性が落ちてきてるやつをまた釣っていくと。で反応がなければまた派手なのを入れ直してスイッチ入れたりとか、活性の高い群れが入ってきた時に備えるっていうようなイメージですね、はい、なのである程度、まあ、よく聞かれるんですけど、エギ最初どれ持っていったらいいのって言われたら、はい、まあ、こういう派手な色と、まあ、中間ですね、あんまり派手じゃない色とすごく暗い色、まあ、この3つ意識してエギ選んでもらったらいいのかなというふうに思います。はい、ポイントに入ってきたばかりのイカなどは活性が高く、派手なカラーによく反応します。しかししばらく釣っていると擦れてきて反応が鈍くなります。そうなればイカの活性に合わせたカラーのエギにチェンジして再び釣果を上げていきます。
さらに反応が鈍ればカラーチェンジ。こまめにその時の当たりカラーを探って超過を伸ばすのがオモリグのポイントです。ここで暗めのカラーにチェンジした大東さん、すると、すごい、すぐさまヒット。カラーチェンジが的中した時がオモリグの醍醐味です。このオモリグってやっぱはめた感っていうのがすごい、まあ、釣れると嬉しいですね、やっぱりね。さらに 2,3 投して反応が鈍いと見るや、ラトル入りです。音がします。あ、本当だ、はい、でイカっていうのはやっぱり音によって、まあ、集魚力っていうか、あの反応することがありますんで、このラトル入りのオレンジで今度はアピール力が高いエギにチェンジです。よっしゃ、来た、やっぱりオレンジ。お、狙い通りのカラーでヒットです。来ましたね。これはちょっとマスから、いいサイズかも。お、これはすごい、剣先ですね。これ剣先です。なんと剣先イカをゲット。あ、今この時期ですけどね、混じってきてくれてるんで。後半戦、メイメイは仕掛けを交換です。ダブルでいきます。ダブルで釣ります。エギが2つつけられるリーダーに交換。二刀流で挑みます。お、来た、はいはい、よっしゃ、どっちの色かな。お、よいしょ、当たりはね、もう今明確に上がってちゃんと合わせれましたね。今はガッと、さらに、あ、来た、アルメーター連発ですやん。はい、さっきの色かな。メイメイ絶好調です。お、やっぱり一緒の色、結構そこの方で同じ色でした。よっしゃー、オレンジだ。やっぱりオレンジ、オレンジですね。明るい色ですね。ちょっと活性の高い群れが入ってるかもですね。大東さんは貫禄の爆鳥モード。メイメイも大東さんに続きます。ピンク、ちょっとこうステイさせてたらプンって当たりがあったんで合わせました。手早くどんどんカラーをチェンジして探っていく。まさにこれがオモリグ超過アップのお手本です。あ、オレンジ、オレンジね。ちょっと当たり遠くなったんで色変えたらこんな感じで。大東さん、はい、これってね、いっぱいこうエギのカラーとかあるじゃないですか、種類とか、はい、集めちゃいそうですね。集めちゃいそうです。この釣りやってるとどんどん増えます、ね、はい、あっても絶対損ないみたいな感じで、隣の誰かが釣れてる色を買っとかなあかんみたいになるんで思っちゃいますね、はい。そう、もう行った人でも、今のはもう着離中でしたね。誘って早い段階で当たってるんで、まあパターンとか色とかが合ってるのかなという感じで。お、メイさんヒット。あ、来た、お、ダブルヒット。オレンジや、オレンジ、やっぱり今オレンジ、念願のダブルヒット。ダブルヒット、いや、ね、ようやく、しかもオレンジ、オレンジ、はい、はい、パターン掴みました。やりました。この後も爆釣、大満足でストップフィッシングです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はもう言うことなしじゃないですか。そうです ね, ね、楽しかったですよね。楽しく釣れましたね、はいはい、もうすごい先陣切ってカラーチェンジとかしてくださったんで、も私はその後を追ってたくさん釣らせていただきました。いかにね、その
ハマるパターンを見つけていくかっていうのが、まあ、このオモリグっていう釣りの、まあ、醍醐味にもなるんで、はいはい、シーズンはね今度イカの種類は変わるんですけど、はい、これからより本番というか、はい、楽しめる時期がまだまだ長いんで、はい、挑戦してもらえたらと思います。はい、それでじゃあ言葉で締めたいと思います。はい、では行きましょう。せーの、がっつり。